はい、では沖縄の話しますか沖縄の話はね、これ、結構面白いんですよ、はいえー、こうしますとです、ねえー、いいですか、今度、尾長さんがあの病気になりました、そうするといつかは亡くなる、それでそうじゃなくても、都知事選が置き換えていたわけですよね。 そうしますと県知事選ですね。ああすごめんなさい。県知事選なんて言ったっけ？今都知事どうしちゃったんで。県知事選ですよ県ですね。党ではないんで。はあそこね県ですよね。東京都知事選またあったら大変なことになりますからね。あの都知事選の話また別にあるんですけど、県知事選があまあを控えていたわけですけれども、あのオール沖縄の戦略としてはですね。 えー、これは小長さんが亡くなる前に、えーえー、埋め立て、えー、許可の、えー、撤回、はい、取り消しをですね、えーえー、申請して欲してかったわけですよ取り消しについては、これ、はい、司法の判断で、取り消し、まかりならんと、取り消し自体はできないということになったんですはい、はい、だから撤回じゃないですかね。はい 撤回あその撤回強化の強化をしたんですけども、それを撤回したい撤回してほしいいうことだったわけですよ、で、あの小長さんはと病気ではありましたけれども、一応、撤回の手続きを始めたんですけども、うん、それそれがあの、えー、意外と早く亡くなられたわけですよ、うん、あそうすると撤回手続きはまだなされてないんですよ。えー あの実際にはでしょ、うん、そうするとね、小永さんが亡くなりました、じゃあ、撤回の、えー、提出というか、手続きをじゃあ、誰がやるかっていうのが大問題になってるんですよ、はい、オール沖縄の中ではね。で、最初は、まあ、ジャハナさんともう一人副知事がいるんで、えー、名前忘れちゃったけど、えー、このどっちかっていうことを、小永、えー、さんが君がやれ、えーうん、というようなことを言ってたらしいんですよ、<ー>それがね。 えなんですけどもじゃあ県知事選に誰が立つかというと5人ぐらいう、えー、あの言われていた人がいたんです、はい、ジャハナさんたちも含めて、はい、あ,るあるいはねあの僕があまり好きじゃないんだけれども、えーっとえー、何稽古だっけ あの伊藤和夫とかね、はいはい、そういう人とかあとあとはねナハの市長ですよね。そうですそうですそうです。ですえー、あとあのナハの市長だった女性、えー、今のかな。 えー、の女性とか5人ぐらい出ていたわけですけども途中でね、遺言みたいなのが出てきちゃったんですよ<ー>でこれは何かと言いますと小長さんの病室の中での録音テープなわけですよ、えー、あで、まあ、遺,言遺言じゃないんだけども、えー、その中で小長さんは、えーえー、県知事選に出てほしい人たちを言ってるわけですよ、ね、<ー>それ誰かっていうと金平グループの会長であるえ,ー、えーっとですね、えー ゴヤ、えー、さんっていう人なんですね。はい、で、もう一人は、えー、国会議員の。えっ、ーえー、と、玉木デニーさん。この、あ,<ー>あの写真で言うと、この二人なんですね。見えます。で、えー、ところが、ゴヤさんまで、出ないって言ってるんですよ。 でそれなぜかというと彼、金ひでていうのは本土の人知らないかもしれないけども大きなスーパーチェーンなんでえあそこはね沖縄にセブンイレブンをこれから入れるんですよで100店舗を建てるわけだからそんなの,のや,やってるから人事がやってられないということでえあるいは利害関係があると思ってるかもしれないしわかんないけども出ないというわけよそうするとねこの玉城デニーっていうのはもともと DJ なんで、あ。のー 人気,は人気はあるんだけれどえどうなんだということでえそのこれなんでこの2人に急に変わったかというとそのいわゆる遺言というのが出てしまったわけだ。でこの玉木さんがすぐにうんと言ってない理由がまああるわけですよ。ななんでかととというと知事になるとその 撤回ののの申請をするかかしないのか<ー>でもしした場合にはですよ、うん、<laughs> これもニュースで出てるんですけども、ええ、菅官房長官が先日言ってしまったのは、はいえー、もし、えー、本当に撤回手続きをしてしまったら、うん、しまって工事が止まって。ええ っっててしまえば1日2000万円の損害賠償権利を求めるると言ってるわけですでそうするとそれが誰が責任を取るんだということになってしまうわけで玉木さんはその責任は当然取りたくないわけだしあと昨日沖縄にの、えー、人にちょっと聞いてみたところどうもね、えー、金秀と借り輸し グループもあるわけ兼重と兼重これがオール沖縄にすごい影響力を持ってるんだけども兼重がどうも玉木さんやだって言ってるわけだそうするとオール沖縄分裂するわけでしょまますすオールじゃななくるじゃあどうするんだってじゃジャハナさんにするかってジャハナさんなんか副知事だから誰も選んでない人ですからね選挙で選ばれたわけですけども選ばれたらいいわけですが。 あのこういうねオール沖縄がものすごい問題になってるわけよだからデニーさんが、えええー、すぐに玉木さんといった方がいいですかね議員なんですけども玉木先生がね、はい、あのすぐに納得しないのは納得するでしょはははいはい、はい多分こういうことじゃないですかね埋め立て証人の取り消しっていうのはもともと無理があったんですよ元々ねな、はいはい、なぜならばその 埋め立ての承認をしたときには、まあ、行政の前中山知事さん、ええ、中山さんでしたかね、の判断でまあ承認したんですけど、しましたその承認の判断について、もともと大きな瑕疵がなければ取り消しなんかできなかったんですよ、ええええ、で、小長さんは、いや、瑕疵があったんだというふうに一生懸命おっしゃって、えええー、法廷闘争までしたんだけれども、ええ、まあどう見てもそれは難しい話だった。で負けました今度は あの事後的にね、うんうん、最初の承認の時には価しはなかったかもしれないが、えー、その後の事情の変化などで、うん、あの問題が大きくなったから撤回するんだというのが撤回の論理なんですけど、うんうん、これにも無理があるんですよ、うん、それあの環環境境のの話話ですよねそれについてはもともと埋め立て承認をした時にすで、うん、にあの分かっていた情報だけでしょと。えー その後の事情の大きな変化があったとは到底言えないでしょうというのが多分政府側の言い分でそれについて仮にその訴訟になったとして勝てる確信は全くないと思うんですよ、うん、だから玉木さんとしてはそこはその負けを覚悟でやるほどの意味があるのかとしかもまあまああねだからねあの今ね、工事が止まってるんですよ。なんで止まってるかっていうとう えー、それはですね、えー、台風が影響なんですよ、<ー>うん、で政府はそれで一応,一応止めてるんで、その間に手続きをされるかなと思ったんですけども、うん、さ,れされない、うん、誰もそんな勇気がない、うんね、<laughs> だからね、どうなんだろう、えー、選挙までそういうことをしないで、うん、新しい知事が、はい、あやっぱり、えー、その撤回をしないんだと言ってしまえば、はいうん、どうなんですかね、うん、俺、沖縄は崩れるもんね。 そうですね、うん、でまあ尾長さんお亡くなりになって別に尾長さんを批判するわけじゃないんですけども尾長さんの政治姿勢っていうのは、えー、その、うん、えのこ承認の取り消しっていうことを一生懸命やられた、はい、これは正直ね裁判所から最終的に違法だと言われても構わないんだと<ー>違法でだと言われても構わないという、えー、これはまあある意味あの。 ある意味ひどいまあひどいというかとんでもないことなんですよ違法、うん、だと言われても構わないからやるんだということはねいいいいこれは日本の法治国家ではあまりあまりいいことではないただそこまで踏み込むというのはね、うん、なかなかそれはあの。えー どううなのかっていうことがお知らの、ね、それでもねおのあの、お長さんだけを批判してもね、うん、相当無理があるんですよそです、ねで、それ何かというと、みんながね、お長さんが亡くなる前にそれを知っていただいて、うん、スケープゴートになってほしかったです、でつまり、お長さんがそうやってオール沖縄に利用されていたというのは、卑怯だという批判も出てるんですよ。うんあ だかそれはの、ナ長さんが犠牲者ということですか、オール沖縄に利用された犠牲者利,利用された犠牲者だという考え方もあるわけですよ、あ,<ー>あの彼はね、みんな撤回、撤回というからね、お長さんはそう,<ー>そ,うそう言われたら、もうそうせざるはいないかなとなって、<ー>それそれやって、本当に死ぬ前にやってしまった、終わ<ー>、えー、ってしまったらオール沖縄の考え方なんですけども、<ー>あのその前に亡くなられたわけだから。 この,この作戦も,もう失敗に終わったという<ー>こういう考え方もあるあ<ー>まあいや複雑すぎるから次行こう。